指定席ですけど、どうですか、初の。いやもういいね、東海道新幹線の気分、グリーン車の気分。もう好き好きだよ。好き好きだ。好き好き。あ、なんだっけ、133って言ってたよね、この辺だな。グリーン車気分だよ、これ。133の A と B だったよね。ここか。どうすか景色。いや最高だね、もうこんなに高々と下地も見渡せるの最高ですよ。中央道が低いもん。確かに整備してる、整備してるね、配列ができる。今回あの6階ということで、あの裏も向こうの裏の直線も向こう上面も見えるということで、5階だとあのねビジョンで見えないんだけど、やばいな。ちょっと内側の場は傷んでそうな感じですね。なんて言ってもね、私はねここに来たいという時はGR ヤリスをフルチューンするために来たんで、チューニング代稼いでね、踏ん切りするために来たんで、ああ、ね、俺もちょっと今シーズンは結構リフレッシュもあるんで、帰りも全部使っちゃそうだけどそれな。ちょっとね、あの残念なのがこれね、穴入らないという、これ残念ですね。ああきついな。コンセントもあるっていうのはいいね。網網もあるし動画もあるという、映像も見れる。おお、うん、いね。という感じで俺らとりあえず1レースから1レースからぶっこんで、うん、東京1レース、東京1レース。ちょっとでもね、ルメーでは疑ってます。ルメーの言うとおり、ルメーの回っていうことでまあね、予想なんかすな。ちょっとあのでもモーニングルメールがねちょっと怪しいんで、怪しみたいと思うんで。東京一です。朝からちょっと穴を狙いに、本命は12の馬、名前忘れちゃった。テソーロ、菅原、ハドソンテソーロ。ああちょっとね、腹が手相を下ろされちゃったんですけど、まあ、菅原の末足はちょっと一品なんで、ちょっとそれにかけて十二軸のちょっとモーニングルメールはちょっと怖いんで、松山とオシェア人気馬だけど、そこに流す感じで。カン君はルメールね。ルメール買えや3と7。ああ、エイシンホイップ買ったんだ、うん、俺もそれ買おうかと思ったけどちょっとやめといた。よし、スタートしました。ほぼ揃っていました。うわ、ルメール出たな。まず1番のオールシャー前に行きます。うわ、12行った。お、まさかの逃げか。いいよいいよ、そのまま稽古と攻防稽古と、いい、それでいい、それでいい。1、3、1、3、まさかでビビったわ。そのままそのままそのまま折り合って、そのままそのままいいよ、そのまま突き抜けろ、そのまま松山と一緒に来い、そのままでいい、マジでマジで頼む頼む、ワイドワイド頼む、ゴールゴールゴール、もう4コーナー今来い、そのまま来い来い、そのままうん、いいね。あ、稽古垂れる？稽古？稽古終えるぞ。稽古。稽古12残せ。残せ。頼む。あ、頼むから残してくれって。残せ。残せ。残せ。あ、マジで頼む。マジで。15着ちゃった。うわ、最後もう一回。うわ、最後。うわ、くっさ。うわ、マジか。いい逃げだ。
だった、いい逃げだった、マジで悔しい、残着でいいから落としてほしかった。ルメール来てない。やっぱルメール飛んだべ。飛んだか。おい、モーニングルメールは飛ぶんだよ。本当だね。いや、東京2レースはこんな感じで、ちょっと8番はカズオです。1006なんで、まあ差しが決まるかなっていうので、あとはちょっと前に残りそうな馬だと、これはあの新人でうまい子でダート代わりなんで、ちょっと穴にかけてみようかなっていうので、そんな感じです。私はね、やっぱあのビギナーなもんですから、1番人気から5番人気をとりあえずボックスで買う。それ543とかできたらすごい最高だね。最高だね。ビギナーが買う金額じゃないの、6000円。1回行ったね、うん、もうすぐ始まりますね。スタートしました。収録はレオスパーク、外からインスタートを切って、やっぱり津村か。予想通り津村は周回コースタートの向正面に出ました。内から5番のオーガルタイル2番手に上がって、その後ろは12番グリーンマントル、14番アリアです。サダンク7番マンダレー、内から4番のクラブランに集団の一角につけています。それからよし、いいとこ行くぞ。ベントガレラ上がっていって、カズオいいぞ。14番アリア、その後ろが1番ベントラウル、中盤の追走となっています。これに並んでいるか。内からは3番のアショが中盤にコース、6番ゲーシングバーズを苦労したな。サンダーを目指しています。ずぶいな。アショが中盤より後ろ、1番グラステローに9番のキスマヤ、そこは13番アーススピリット、3コーナーターンしていって10番コーヒーヤ、最後にかけてくれ、直線にマジで。4番シンガーで後ろ2頭、2番エクラレディオール、11番アルマジャックとなっています。3コーナー中間にかかるところ、前は徐々に固まってきました。16番のレオスパーク、外から接近して5番のオールアルタイフと15番フェオトガレラ、3コーナー1段4コーナーカーブ、その後にクラブランにアシュラと2コーナーが続いて4コーナーから直線に向かいます。振り切って16番のレオスパーク、外から刺してこい、そこからアルタイフに乗りました。ここに行きました。外からスラッとする15番のフェオトガレラ、随分でも随分差が開いてる。なんかちょっと手応え悪いな。ちょっと何番、16、やっぱ津村の逃げ切りだったか。見えねえ。なんだかわかんねえな。なんだなんかわけわかんねえぞ。やっぱこれ単勝にしときゃよかったな。東京4レース、ちょっとね、軸あんま強い馬飛び抜けて強いのいなかったんで、絞って相手を選んで、ちょっと14の津村の穴人気に俺はかけてる感じで、戸崎を信用しようっていう6の 1. 何倍だった 1.7 倍って感じです。スタートしました。ショートワークとしたスタート、青石が1頭後ろからになりました。つまらいいスタート、いいね。多分前行った方がいいよ今日は。昨日そうだったから、おっと、崎もいい番手つけて、つむらも番手つけて、これあー流星か。流星に逃げさせたら一品だからな。そうなんだ。流星のに逃げ先行はうまい。これもう前決着じゃねえか、あの人気まで。なんかすげえゆっくりに見えるんだけど、うん、残り1000を続々切っています。3番新番で後方から3頭目に中盤青雲千鳥、そして12番のリシェット、一番後ろが13番青石となっています。3コーナー中間800を切りました。おお、ゆっくりだ、ゆっくりだ。スローだ、前が前がいい。戸崎あとは刺してこれるか。そのままそのままの順番で戸崎頭がいい。頼むよ、外出して外出して、戸崎行け、突き抜けろ。津村も来い、そのまま津村頼む。うわー、きついか津村。うわー、挟まれた。うわー、ちくしょう、挟まれた。よし、戸崎頼むよ、頭で頼むよ、頭で戸崎、頭で頼む。刺せる、あー、刺せる
せろ、させろ、させろ、よし、よし、トサキ、よし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 、ドンピシャ、危ね。でも超人気順じゃんこれ、1、2、3番人気順。1、2、3だもん。うまそう。カン君はトサキ塾で。そうです。俺は原。一番人気が 1.4 倍なんで、ね、ちょっとそこはね、オッズ妙味を取って、はい、行きます。イエス。当てたいね、当てたいね。逃げ、マジで花を主張してほしい。13、いいとこつけると思うんだよな。え、一番人気って2番だっけ。じゃあ 1.4 倍だよ。 1.4 倍、 1.4 だな。あ、え、ベネルンポイント2番人気 7.7 になってんじゃん。マジか、そんな人気したの。10何倍だったのに。あー、よし、出ろ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 、よし、番手でいいぞ、番手でいいよ、よし。あー、上がってきたな。よし、よし、よし。あー、あんまり前でやめろ、やめてくれ前で。お願いだからじっとしといてくれ。よし、引いた、よしよし。頼むよ、中3、突き抜けてくれ。何秒だ。いいんじゃない。そのまま包め、包め、出さすな、よし、包め。おい、負けんなよ、負けんな、突き抜けろ、そのままいいんじゃない。あー、やれんのか、やれんのか、やれんのか、やれねえか、やれねえか、やれねえか、トサキ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 、やれねえか、トサキ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 、差し返した、差し返したか、最後トサキ。結構いいな。どうだ、最後差し返してない。鼻差だよ、本当だね。京都競馬第7レースの発走時刻を13時15分に変更いたしますのでご了承ください。うわ、8000か。単勝、え、単勝580円、めっちゃ下がってんじゃん単勝。5.8倍。3連単も物がつかないな。13と6はワイド760円。おー、単勝下がりすぎやろ。ワイドいいじゃん。まあワイドは760円、うまいけど、うまいよ。え、単勝下がりすぎだろ。580円、生まれマジか。堺流星の馬、一番人気かな。で、馬タン、ちょっと2番人気も良さそうだなと思ったけど、馬タン勝負。いや、紐割れしてほしいな、マジで。流星いけ、流星いけ、よし。外から7番メタルスパーク、勢いがついて、こちらが前に出て周回コース、2コーナーカーブ、ちょっと前に馬が入ったタイミング、3番モンターナーゲート、タスマを引きました岩田康海、インコース1番山下の下との2番手3番手追走です。あとは1番審判車4番手控えた5番のローテル、インコース4番中寺、外から9番沢の木を4番手は3頭、ちょっと下げたな。岩下の後ろ、その後も3頭広がりまして、外入りから10番インコーで位置を上げつつあって、8番プッシュオン、インコース6番とまあいい、足を溜めてくれ、足を溜めてくれ。
いいんじゃない、最後ぶっ放してくれれば。1馬身半から2馬身リードを切ったのはメダルスマーク、3番モンタナーゲートが2番手、インコースの3番手1番山人ガーシア、それとも東京コースが合ってないかな。それ4番手9番スワダル、インコース5番ロゼル4番となったのが先制で通過タイム6。いやスローだな、全部勝ってねえぞ、スローだな。9番のウィンオーディ4コーナーに向かっていきます。2馬身後ろ6番シュミリーの8番ポジション最高本番マルニーとブリゲ、第6コーナーカーブ直線コースに入りました。7番メタルスパーツ先頭リード馬身後、外から3番モンタナーゲート、流星そこから突き抜けるよ、よし手応えいいんじゃない。よし、ワン外から突き抜けろ、いけ流星突き抜けろ、よしいいぞ。相手は相手 10? 10? 10? 8? 10? よしよし当たったよ、沼田1だった、カン君がこれ、で俺はこれです。ちょっとね、エセルフリーダー来てほしいなと。ちょっとステレンボッシュが来なかった時の馬券を買えばよかったと、めちゃくちゃ後悔してます。まだ間に合うんじゃないか。と先頼む。ガン君ちょっとレース前でドキドキすぎて、もう心拍数が137上がってる。恋した時みたいな。やばいよこれ。やばいね。サーキット走る前でもこんなになんねえのに。やっぱもう当たる気持ちでいないと当たんないから、そうね、ああ必ず当たる、よし絶対当てる、当たるぞ当てるぞ。あー結構暴れてんねステレンボッシュ、落ち着いてんじゃない。ちょっとマイナス体重がね怖いけど、ちょっとオレンジ枠はちょっと、もう夕飯抜きだよ。ちょっとチェルベニアとステレンボッシュはマジできたし、あと俺はエセルフリーダ、内から黄金の空もいいと思うんだけどね、あとはアドマイアベルが、さあどうだ。いやー動画が楽しみだ。いいね、下もすごいね、一瞬の静寂が続く森空の東京競馬場、今クイーンズウォークゲートの中に入って、よし最後ランソブクイーン、てかやっぱ見やすくていいな、ね本当に下見ても見えねえもんな、俺の心境で頼むぜ、トサキルメール、トサキルメール来い、トサキルメールが来ないと話にならん、よしやった、いいぞ、おトサキスタート、あ、ルメール出遅れてる、ルメール出遅れてる、ルメちゃん、ルメちゃんちょっと後方、あ、まあまあまあポジション戻したかな、もう外行った、ルメールは悪くないんじゃない、ルメールちょっと真ん中後ろぐらいかな、あ、そうだね、いやでもねちょっとね前目行ってほしかったんだよね、チェルビニアはあれ一番後ろ何ライトバック13、お、タガノ LP だ、13スイープフィート、スイープフィートか、うん、おー、ステレンボッシュ頼む、お、
チェルビニア。戸崎つまんなよ、そこで。そう。おい、頼むぜ。引っかかったよ。うわ、早い。早いって。早いよ。早いな。16? あ、湘南マネーラか。最低人気だからね。18がランソボクインか。18買ったらいいかな、俺。17、あ、タガノ LP だ、いいとこいるな。え、俺が買ってる3、一番後ろなんだけど、穴で期待してた。もうこれ、トサキとルメールに。いや、トサキ、そこ、うちきつくね。うち開くか、トサキ。頼むよ、戸崎頼むよ。詰まり芸見せるか、行け戸崎頼むよ。なんかごちゃごちゃだ。戸崎間、そこ間から戸崎、間から来い。ルメールどこ行った、外か。おい、よし、戸崎、ルメール、ルメール、あ、ルメール来た、戸崎。三着何？予想なんかすな。三着何？三着何？二番。二？二と十四。二だ。え、二？十四、十四。14だ。ライトバックだ。ライトバック。ガチガチだ。ガチガチだ。うわ。ガチガチだ。ライトバック来たか。いや、結局俺はこれに助けられたわ。こっち前半でだ。俺は一応当たったけどガチガチすぎる。いやいやー、ルメール。これでも3連単安いんだ。安いね。いやー、ルメール。やっぱルメール次は。これは馬連単もうまいもんな。そうだ。的にはね。そうだね、馬連当たったからよかったね。1万いっといて。うん、よかったよかった。単勝3万より2万1万で振り分けた方が馬、うまい。ってことは、5、ま、仮に 5.5 だとして11万で、6.5 だとして6万5000、17、8万ぐらい。山分けでいいですか。山分けだよ。いや、最高だよ。クラウン買ってなかったらこの場面買ってないから。最高だね。買ってよかったね、マジで。最終もチャレンジしちゃうね。いやー、これ払い戻し楽しみだ。楽しみだね。やっぱルメールなんだな。うわあ。素晴らしい。これさ、三点一番人気かな、もしかして。いやー、相当大事だよ。それはないっしょ。ちょっと見てみて。見れません。いやー、ガチガチだったな。でも袖にしてもガチガチ。俺とにかく4着が何か気になる。4着と3が 2だと思う。 2だったら何、2だったら何よ。もう見れないんだよ。 2って、あ、なんか、あ、クイーンズウォーク、何番人気ぐらい、4、5番人気ぐらい。
ガチガチだな。18ランスオブクイーン。あ、18危ない。危ねえ、カツオじゃん。言ってねえな。俺でも川田全然来ねえと思ったら最後来てたな。うわビールだよ。いやーよかったね。来た来た。やっぱルメールだ。ルメール買っときゃ間違いねえんだ。まあでも15万ぐらいいってことかな。950円ってことか。スタートで遅れて包まれた時はどうかと思ったけど、最後の足すごかったわ。マジですごかった。これであれだな、GR ヤリスをなんか買えるな。